皆様こんにちは。文化大学医学部医学科の体験授業、医学部医学科で学ぶこと入門にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それでは体験授業の先生をしてくださいます先生をご紹介いたします。文化大学医学部附属病院麻酔科蘇生科講師の荻野雄一先生です。それでは先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はオープンキャンパスということで、ちょっと僕も初めて来たものですから、どんな方が聞いてくださるのか全く予想つかなくて、パッと見渡すと大人の方からお子さんまでいらして、ちょっとどんな授業にするか、まあ、高校3年生ぐらいが聞いてちょうどいいかなっていうぐらいのものを持ってきました。っていうのは4月にもし群馬大学に入学したらですね、4月に身近な医学ということで実際に授業をしてるんですね。その内容をちょっと持ってきました。じゃあちょっと前の方で黒くなります。で、内容はですね、共感と脳と環境ってことを、まあ、3つ、お伝えしたいということで、まあ、気楽に聞いてもらって全然いいです。分かんないところは飛ばしてください。で、なんで共感を取り上げたかっていうとですね、今医学部に、まあ、入ったとしても別に入んなくてもですね、社会生活が人間と送るわけですけども、その時に、まあ、共感能力っていうのは普通に生活している上で欠かせないんですよね。それはまあ友達付き合いもそうですよね。仲いい友達いたら、まあ、その友達に共感してるわけですよね。で、その共感をどういうふうに科学するかっていうことですね。その共感っていうのは心理学用語でもあるんですね。だからその脳科学でちょっと共感を科学したものをちょっとお示しするということ。それからもう一つ、二つ目は脳ですね。脳をちょっと扱ってるんですね。麻酔科の脳を扱うんですね。最終的に麻酔っていうのは脳にするんですよ。脳をシャットダウンする。だから脳の研究もしてるんですよ。で、その脳っていうのは意外と環境に非常に影響を受けるんですよね。だから自分の思ってるより環境をすごく大事ですよ、そういうことです。それから3点目は脳の構造は機能とともに変化しますと書いたんですけど、なんですかね、脳ってもうそのまま固定されて変わらないものっていうふうに思ってると思うんですね。そうじゃなくてこの環境によっていろいろ変わるんですよ。で、そこをちょっとデータを持って示しますね。で、まず共感についてなんですけども、共感というのは要は感情移入ですよ。誰か辛そうにしてる人がいたら、あ、辛そうだなって分かる気持ちですよね。感情移入できますよね、誰かに。で、そういう気持ちは、まあ、誰しも持ってると思うんですよ。あ、なんか嬉しそうだなこの人とか、感情移入することですね。で、世の中には感情移入しないような人も、まあ、中にはいるんですね。それが行き過ぎるとですね、病気、まあ、反社会性パーソナリティ障害とかですね、まあ、精神科ではですね、ちょっと半分病気として扱われる人格障害ですね。まあ何ていうんですか、サイコパスっていうのが分かりやすいんですかね。なんか感情あるのかなこの人っていう、そういう人間は共感能力がやっぱり低いんですよね。だから犯罪を起こしてしまうような人は共感能力が若干低いっていうのが分かってます。で、じゃあ脳ではその共感ってじゃあどうなってるのかっていうことなんですけども、ある人が、例えば痛いってことにしましょう。すごく痛そうで苦しんでると、で、痛そうだなと思ってたとすると、それを見てる人、オブザーバー見てる人は、あ、痛そうだなっていうふうに思うわけですよね。そうするとこの痛いっていう脳活動が、この見てる人も痛いっていう脳活動が生まれるんですよ。全くこの鏡みたいに同じ脳活動になるんですね。これを共感
まあ、脳科学的には共感と呼びます、まあ、ミラー鏡みたいに映ると。じゃあちょっとせっかく皆さんこんだけ集まってもらったので、自分の痛み、痛いっていう感情分かりますね、感覚ね。それを、まあ、写真を見てちょっと痛そうかどうかちょっと見てもらうということですね。まあ、こういう写真を見て自分の痛みとして想像ができますか？注射された経験はあると思うんですよね。だからそれを追体験して痛そうだなって思うこと可能ですよね。でその時の脳活動っていうのは、まあ、こんな感じにMRI で今撮れるので、 MRI で脳活動を撮ると、まあ、こんな感じになってると、赤いとこが活動してますということですね。まあ、これはじゃあ何を意味するかというと、まあ、これ実際に痛みを与えた時と同じ脳活動なんですね。つまり実際に痛みを与えてるわけじゃないのに痛そうだなって思ったことによって、この痛みの脳活動っていうのが、まあ、出るんだよということです。で、まあ、もう12年前になっちゃうんですけど、まあ、それをマスコミとかに発表したこともありましたね。要は心の痛みを解明ってちょっと大げさなんですけども、実際にその身体的な痛みじゃなくても、その心の痛み、想像した痛みでも脳活動っていうのはですね、同じように出るんですよね。はい。じゃあなんか寂しいと心痛むっていう表現ありますよね。でそれはじゃあどうなのかっていうことなんですよ。まあ、皆さんみんなまだ親元にいると思うんですけど、大学になるとちょっとなんか一人暮らし始める人とかいるんですね。そうすると妙にこう寂しいとなんか心が痛むような気持ち、そうあとはこう仲間外れにされたような疎外感とかですね、そういう感じもですね、やっぱり心の痛みとして表現されるわけです。じゃあその時の脳活動を取った研究がいろいろたくさんあるんですよね。でさっき示したような脳の活動っていうのは、実は実際に針刺した時の痛み、まあ、それから社会的疎外、仲間外れにされてしまったとか、誰か、ね、親しい親が亡くなってしまったとかですね、死んでしまった、あとは何だろう、不当な扱い、なんかこう何だろうな、エコひいきされなくて、されなくてっていうか、なんだろう、こう不当には何て言うか、実力あるのにこう試合に出してもらえなかったとか、そういう扱いですね、不当な評価とかもそうですね。まあ、そういうのはこういう痛みのですね、脳領域活動と同じ活動なんですね。まあ、つまりこういう脳、痛い時に活動する時は痛み関連脳領域って名前がついてるんですけども、まあ、心の痛みとかはですね、葛藤ですね、まあ、痛みだけじゃなくてこの苦悩、苦痛、サファリングと言いますけど英語でっていう脳活動ってことが、まあ、分かってきたわけです。じゃあそれ反対もないと困りますよね。喜びとかその嬉しいとかそういう気持ちがないと辛いだけだと人間うつになって死んでしまいますので生きていけないですよね。もちろんですね、嬉しい時の脳活動もあるんですよ。こういう報酬系領域っていうところがもう分かってまして、大体この青いところの領域が嬉しい時活動するんです。こういう時ですね、まあ、身体的快感、気持ちいいとか、あとは名声名誉、まあ、なんか賞状をもらった時とか、高い評価、まあ、点数が通信号良かったとか、あとチームプレーうまくいったとか、あと寄付とかですね、寄付、自分の懐を痛めているようですが実はこの報酬系領域、自分の報酬として感知するんですね。あともう一点、他人の不幸って、これちょっとあからさまなんですけども、実はこう他人の不幸が自分の喜びになる傾向っていうのは、まあ、誰しもですねちょっとあるということなんですね。これは科学、ね、脳活動を調べちゃうとあからさまに分かってしまうんですけど、それがこの、まあ、なんですか、痛みと報酬、喜びでこうバランスをとってるのが、まあ、人間の心の、まあ、バランスだと
いうことですね。どっちか一方だと病気になってしまいます。こっちはこっち側、ね、重ければうつ病かよ、こっちがこっちばっかりなんか妙に気分が良ければ躁病とか、そうバランス取らないと人間ってこう生きていけないんですよね。でまあじゃあちょっと最後出たけど妬み、これ誰しも妬みの感情って持ってると思うんですよね。あいつなんかかっこよくていいなとか、なんかあいつすごいお金持ちでいいなとか、そういう気持ち、そういう気持ちってちょっと嫌な感じしますよね。でそういう時ってやっぱりさっきの痛みのに関連する脳領域が働くということで、2009年サイエンスの高橋先生のご研究ですね、これは。じゃあ逆にじゃあその痛み、妬み、あいついいなって思う逆ですね。なんか他人の不幸はじゃあどうなるかというと、さっきの報酬系領域が活動すると。しかもその妬みの気持ちがですね、強ければ強い人ほどその他人の不幸を喜ぶ気持ちがどんどんこの活動がですね強くなっていくという傾向があって、つまり妬み深い人ほど他人の不幸を喜ぶ傾向が、まあ、あるということが、まあ、こうやって綺麗な相関を示しているということですね。まあ、ドイツ語だとスキャンデルフロイデっていう一言があるらしいんですけど、まあ、これはいいでしょう。ちょっと余談です。じゃあネズミとかにも共感とか人間だけですかっていう話です。ネズミとかにあるんですかっていうこと。実は動物も共感能力ありますよ。ラットエンパシーで調べたらたくさん出てきましたよ。でじゃあどういったこと研究があるのかというと、まあ、1個だけ、2014年の研究ですけど、まあ、白い猫同士ですね、まあ、同じ容姿をしているので助け合ったり共感し合ってるんですね。でここに蓋を1匹ここに閉じ込めて蓋をしてやると、もう1匹が助けようとするんですよ。助けてで蓋を開けてあげるっていう行動にこのネズミは出るんですけども、黒いネズミはですねこの白い猫助けないんですよね。蓋開けてやらないで無視してるんですよね。でもだからそういう差別とかですね、偏見のこの元ですね、結構根深いわけですよ。人と違うっていう理由で自分と違うっていう理由ですね、こう助けないんですよ。じゃあこのネズミがですね、黒いネズミを助けるようになる状況っていうのはどういう状況なんでしょうか。わかりますか。学生の時、学生に聞いたらこの黒いネズミを白く染めたらいいんじゃないかっていうふうに言われたんですけど、確かにそうかもしれないですけど、正解はですね一緒に育てるんですね。小さい頃から一緒にこの白と黒を一緒に育ててあげると、この偏見がなくなるということが、まあ、この論文に書いてあります。つまり教育がやっぱり偏見なくすには大事だっていうことですよね。教育とか生育環境ですね。そうしないと大人になってからだとちょっと難しいですよね。ということで、まあ、ちょっと環境の話もしたいと思うんですけど、まあ、我々ね、こうやって集まってきたこう環境ってあるわけじゃないですか。ここで今働く、ね、僕だったら抗議してる環境とか、だからそういうのって、まあ、主に2つあってですね、生物学的要因と環境社会学的要因っていうのがあるんですね。じゃあ生物学的要因とかってじゃあ何なんですかっていうと、まあ一番分かりやすいのは男女差です。男性と女性で違うんですよっていう、これが一番分かりやすいですね。まあこれはですね2014年のプロスワンっていう雑誌にあった論文ですね。これは男性を、こっちが頭良さそうに見える顔、こっちはそうでもなさそうな顔ということで並べてもらったらしいんですね。で女性も同じように頭良さそうに見える顔とはそうでもなさそうな顔みたいな。で全員に IQ テストしたと。でそれしたら男性はですね、この頭良さそうとそうでもなさそうっていうのは IQ 順に並びましたよということが、女性は分からなかったと、全然相関がなかったということで、これ男女差があるんですね。でつまり
男性はですね、顔の知性と印象と知性がですね、まあ、一致したと。女性の場合は顔からはそのインテリジェンスが分かりませんよ。でこれは面白いんですけど、男女差なんですけど、女性はですね、意外とあの顔、男性の顔を見ただけで男性の知能を、知性を見抜くことができるということで、逆はできませんよということで、まあ、そういった研究結果が ありました。つまりこれが生物学的要因で、まあ、男女差ですね、まあ、本当かどうか、多分本当だと思いますね。そういう経験ちょっとはお持ちの方いらっしゃるんじゃないですかね、特に女性の方。あと僕も男子校出身なのでちょっと衝撃だったんですけど、男子校出身者は共学出身者よりも短命であるという結果がありまして、ちょっとまあ、納得する部分も半分あったんですけど、一応これハーバード大学で行われたちゃんとデモグラフィーっていう しっかりした論文なんですけど、まあまあ、生物界ではですね、オスの繁殖期にオスが多い、まあ、男子校みたいな環境にいるとですね、オスの寿命がね短くなるっていう現象があるらしいんですよ。でそれをじゃあ人間社会だったらじゃあどうなのかって調べた研究ですね。そしたらやっぱり男性の割合がその高校生の時に多いと、まあ、短命になっていくという、まあ、いろんな社会的要因とかあると思うんですけども、そういうですね興味深い研究もありますね。まあでも僕も含めて男子校出身であっても諦めないっていうか、特に気にしないのがいいと思います。ちなみに女子校は関係ないです。これは飛ばしますね。じゃあ最後にその一つ、その機能がですね変わると脳の形も変わるんですよということを申し上げます。これジャグリングってこうなんか3つぐらいのやつありますよね、3つポンポンやつ、あれやろうと思っても難しいですよね。それを習得するとですね、まあ、この視覚に関わる部分ですね、運動視って動くものを捉える機能を持った部分ですね、そこがですね体積が増加するんですね。でしかも増加して、で練習をやめるとまた低下するとといって、これ結構鋭敏にですね変化しますよっていう、これもまあネイチャーという権威のある雑誌ですね、まあ外国の研究ですけど。で実はこういう性質のことを専門用語で可塑性と言います。プラスティシティ、プラスティックのプラスティシティですね。可塑性、可塑性の意味はですね、個体に外力を加えて変形させ、力を取り去っても元に戻らない性質、つまり粘土みたいな性質ですね。で我々の脳というのはこの粘土みたいな性質なんですよ。環境からストレスかかると形が変わってしばらくそのままでいる性質を持っています。で反対にはですね、これエラスティシティ、弾性っていうふうに言います。スーパーボールみたいに投げたらビヨーンって飛んでいく、そういうのをエラスティシティ、その反対が可塑性ですね。でこれは僕もちょっと美術科の学生から教えてもらったんですけども、この素の意味がよくわかんないなってずっと思ってたんですね。そしたらなんかこう、なんですか、粘土の塊から実際に顔の形にすることを塑造っていうふうに美術家では言うらしいんですね。あ、じゃあやっぱりこういう粘土の性質、粘土みたいなこう削るったりつけたりとか、そういう性質のことなんだなっていうのがちょっとわかりました。で最近の自分のこの研究ですね、その可塑性、脳の可塑性と環境に関しての研究を一つ紹介すると、まあ僕も普段は病院で働いてるんですね。でじゃあその病院で働いてる医療従事者、まあ、この場合は女性の看護師にちょっと絞ったんですけど、本当にその優しい、情に熱いのかどうかっていうのをちょっと研究しようということで、じゃあその脳何か特徴あるのかっていうのを調べたんですね。で、まあ、この中でも医学部志望の方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、これちょっと文献20年前なのでちょっと古いんですけど、なんですかね、
医療従事者の80% 弱が燃え尽き症候群バーンアウトに なりつつありますよということですね。それから燃え尽き症候群とかになると、まあ、ミスが起きたりドラッグアビューズ、まあ、これ何ですかね、薬物中毒ですね。それから最終的には自殺する方もいるということですね。まあ、実際に医療従事者でこう燃え尽きと関係あるかどうかは分からないけれども、やっぱり働きすぎるとちょっと自分の経験からもやっぱミスは多くなってきますよね。であとは薬物中毒になった方もちょっと知ってはいますね。やっぱり いないってことはないですね。あと自殺された方もニュースとかでたまに聞きます、ね、だからやっぱりそれが仕事と関係あるのかどうかはちょっと分からないですけども、まあ、これちょっと20年前なので まだ医療現場はかなりブラックロードな環境にありましたから、今はかなり改善されてるんですけど、外科医とか一日も休んでないとか普通だったので、まあ、今は相当改善してますね。だからこれもこのデータちょっと古いです。でそういった中ですね、共感力っていうね、働きすぎてると心がささくれちゃうわけですよ、ね、だけどそういった中患者さんの相手をしなきゃいけないので、まあ、共感力をですね、コントロールすることが必要であると。まあ、ただですね、患者さんに入れ込みすぎてあまりにも かわいそうだなって、辛そうだなって思い込みすぎると、逆にそれはですね、心的なストレスもですね、それで病気に、医療従事者が病気になるっていう、そういうケースも実際にあるんですね。だから鍛えなきゃいけないんですよ、心を。共感力をトレーニングするんですね。できるわけです。じゃあどうしてるわけですかっていうとですね、まあ、これ共感力を調べるアンケート4項目なんですけども、看護師と、まあ、そうじゃない人たち比べるとですね、1項目だけちょっと違う項目があったんですね。このファンタジーっていう項目だけ女性看護師だけ低く出たんですよね。これはね、空想力ですね。どういった質問事項かっていうと、架空の状況や場面を自分に置き換えて想像する傾向、まあ、空想力ですよ。それが医療従事者はちょっと若干落ちるんですね。これ別に女性看護師だけじゃなくて医者も同じですね。医者も落ちるんですよ。これどうしても環境でですね、なんか冷めちゃってるんですね。いやいや、そんなの大きっこないのみたいな、ドラマ見てても、いやいや、これ現実、全然現実的じゃないかなっていうんで、なんかどっか冷めて見てるんですね。まあそういったこういう項目の質問してますんで、どうもいまいち感情移入がしづらくなってくるということですね。でその時の脳活動って、これ脳の構造ですね。体積を調べると、まあ線状体って言われる、まあ感情奥深い部分ですね、その部分が若干やっぱりちっちゃいんですよね。まあ、小さいからなんか悪いってことではなくて、結構効率化されてて、なんですかね、ちゃんと現実的に見てるってことですよ、この現実派。まあそうじゃないと仕事にならないですよね。もう目の前にいる患者さんを実際的、現実的にパッと対応すると、それにはですね、現状把握とか必要なので、あまりにものめり込みすぎると全然仕事にならないってことですね。まあそういったことで現実的な視点を、まあ、持ってますよ。まあ、分かりやすく言うとちょっと冷めちゃってるんですけど、そういうことですね。これは先月ぐらいに論文にしたので、引いていただければって出てきますね。で、まあ、これはもう余談です。ちょっと最後に、減量ですね。今、プロボクシングの減量について脳がどういう影響を与えるのかっていうのも調べてまして、まあ、その前にですね、減量をさせたらですね、感覚が鋭くなったと、痛みに対して鋭敏になってしまったよっていう研究を、まあ、5年前ぐらいに出したものですから、その後じゃあ、ね、試合前に過酷な体重減少しているプロボクサーやったらどうなるのかって。で、まあ、プロボクサーの試合前後における脳の変化で、ね、これやったんですね。でもこれ今論文にしようかなと思ってるんですけど、まあ、実際そのプロボクサーに手伝ってもらって、まあ、これ試合直前はですね、
2日間ぐらいでマイナス13キロとか落とすんですよね。でそしたら脳も当然変わるし反応も全然違うんですね。じゃあなんでそんな減量するのかっていうのを脳から分かるんですかっていうんですね。まあこのぐらいボクサーは減ってたということですね。それで、まあ、続きは皆さんが入学されたら授業します。もう時間ないので、最後に僕が患者さんにいつも何ですか、外来で慢性痛の患者さんを見てるんですけど、患者さんにいつも指導していること3つありまして、まあ、簡易的な学会でもこれ提案してるんですけど、認知行動療法ですね。まあ慢性痛の方はですね、結構うつっぽい方も多いんですね。ずっと痛みを持ってるので、でこれは実はそんなこれから受験する方にも当てはまるんじゃないかなって思って、まあ、僕が自分自身受験した時は全くできてなかったことですけど、皆さんにはちょっと同じ鉄を踏まないでほしいということで、まあ、規則正しい生活睡眠指導ということで、まあ、昼起きて夜寝るみたいな、それが大事ですよという、まあ、患者さんにも常にそう言ってるんですね。大抵患者さん逆転してるんですね。夜寝れないっつってよく聞くと、昼ですね、ガーガー寝てるんですよね。でしかも薬も大量に飲んでて、効いてんだか効いてないだかもうわけわからなくなっちゃってて、まあそういったことがあるので、まずは規則正しいことしましょうよと。それから疲れてないんですよね。昼間寝てるから全然疲れないんですよ。だから運動しなさいと。それで疲れればもう絶対夜寝られるからということで、まあ、そういうことで運動指導してますね。体を動かさないとどんどん人間の体が動かなくなっちゃうんですね。車と同じですね。いや、まあ不動化の防止と、あとはもう一つは、まあ、ちょっとこちらの医療者側ですけど、患者さんの話を結構よく聞くようにすると、まあ、だけどこれね、実は聞いてるふりでも全然大丈夫です。もう患者さんの言うことまちまちなので、全部まともに聞いてたらさっきの感情移入じゃないですけど、感情移入しすぎたら全然仕事にならないので、ね、まあ聞いてるふりするだけでもさ、結構患者さん満足そうに帰ってくるということですね。まあこれ種明かしになっちゃうんですけど、まあでもこの3つは意外とその共感とか、まあ普段から大事なんじゃないですかね。そんな外来で大したことやってるわけじゃないってことですよ。でまとめですね、まあ、さっき示した通り、あと最後加えるとすれば、まあ、こういった科学研究の、研究成果とかはマスコミ、まあ、新聞とかにもネット上にも出るわけですね。だそういったものを理解して、まあ、これから皆さん生活とかに役立てるようにしていただけたらと思います。まあ、こんな授業を皆さんがもし入学したら4月にやってることもあります。以上です。ありがとうございました。それでは本日の体験発表に関しまして、何かご質問がある方がいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。せっかくの機会ですので、いかがでしょうか。よろしいですかね。はい、じゃあ本日は体験授業にご参加いただきましてありがとうございました。以上をもちまして終了いたします。ありがとうございました。